皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はですね、沢田智博さんのガチガチの世界を緩めるです。もう正直ですね、まあ、意味わからんっていうところではあるんですけど、まあ、障害者スポーツなのかな。で、私自身そのスペシャルオリンピックスと呼ばれてるフロアホッケーのコーチの資格も持ってるんですけども、そういう活動していく中でですね、ツイッターかな何かで読んで、この表紙とタイトルを見てすごい気になるなと思って、まあ、買ってちょっと読むまで、今回この読むまで時間かかってしまったんですけども、まあ、早速読んでいきたいと思います。では30分でスタートです。はい、ではですね、少し早いんですが紹介の方に移ります。あ、すごい良かったです、はい。今日ご紹介するのはこちら、ガチガチの世界を緩める、沢田智博さんの本です。この本一言で表すとですね、価値観、自分の価値観を緩める本です。はい、正直ですね、もっと、なんていうのかな、とんがってる感じというかですね、まあ、私もその障害の当事者の方とか、まあ、支援者の方の本何冊も読んでるんですけど、どうしてもですね、とんがっているというか、まあ、社会が悪いんだみたいなのとかもそうですし、まあ、ちょっとね、攻撃的な部分があったりするんですね、うん。で、それはそれでいいんですけど、この本は全くそれがなくてですね、読み終わった後のこの感覚の緩さっていうのが、まだちゃんと言語化はできてないんですけど、一番は何ていうのかな、現状を受け入れた上でより良くする、そのステップとして、その本質を残したまま非ゆるの部分を潰していきましょうというふうな考え方が書かれていて、あ、そういうことだよなって思うんですね。普通は普通でいいけども、普通じゃないのも普通じゃないでいいよねっていうところ、なんか、否定し合うんじゃなくて共存し合うような形が書かれていて、本当にこの沢田さん自身がゆるゆると生きられてるんだろうなっていうのを感じて、とてもいい本でした。で、これはですね、教育現場とかもそうですし、まあ、福祉の現場とか、あとその親御さんとかだけではなく、教養として、字を読める人は一度この本は読んでいただきたいなっていうぐらいいい本でした。はい。で、ですね、まあ、書かれているのはここにゆるスポーツって言って、まあ、ゆるいスポーツだからそこら辺がその障害者とかそういう活動に触れてない人にとっては何なのっていうところはあるかもしれないんですけど、やっぱね、すごい面白い半魚ボールとか500歩サッカーとかですね、そういう変わったスポーツが書かれていて、まあ、実際にも行われていて、あ、私自身もやってみたいなっていうのもあるし、まあ、それだけじゃなくてですね、やっぱちょこちょこその遊び要素というかゆる要素があるのがすごい良かったんですね。ごめんなさい、なんかね、うまくこのこの本を読んだ今の中島の緩い気持ちっていうのはちょっとうまく言葉にはできないんですけど、ただそのくらいこの本すごいいいなっていうふうに思いました。どうしてもですね、障害っていう言葉自体もそうだし、まあ、いろいろですね、どうしてもね、壁があること前提で物事が進んでいくとか、まあ、話がね、考えとか、まあ、不利益を被ってるとか、社会がおかしい、悪いんだみたいなのもあるんですけど、結局それだけじゃやっぱり溝って埋まらないわけですよ、実際問題としては。で、その中でこの沢田さんのこの緩めるっていう言葉はすごいいいなっていうふうに思いましたし、で、私自身もですね、もっとなんか緩めていけたらいいなとかっていうのは感じました。まあ、そうですね、ちょっとね、うまくね、これうまく説明できないんですけども、すごいいい本でした。このゆるさ、何かをすごい学んだりとか実践したり、ひらめきがあったりとかっていう、今までこう読んできた知識とかそういう考え方の本とはまた違った緩めるっていうこの概念、本当に教養として、もう多くの方、もう本読める方には読んでいただきたい一冊です。すごい良かったです。ある種今年ベスト、もうだからそのトップ10にランクインしてくるぐらいこの本は良かった本なので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。はい、今回の動画ですね、これで終わりにします。ぜひ動画の高評価、いいねボタン押していただくと中島励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。